もうメダルゲーム、ちっちゃい頃からやっておりました。お金をねだって何百円かもらって、これ大切に使ってねって、ママあの下で食材買ってるから大切に使ってよっつって、うん、とりあえず一人月はもらった金額全部メダルに変えてぶっぱぶっぱぶっぱですぐものの10分ぐらいで溶かしたこともあるわ。お願いお願い、もう一度だけ行きたいっつってもうちょっとだけちょうだいっつってやったこともあるな。良き思い出でした。あの投げるのペコーラ、ほんとちっちゃい頃マジで分かんなくて、とりあえずこれやればいいんだろうっていう意識だったのね。これでちゃんとあの奥が開いてる時じゃないとダメだよっていうのを教えてもらってからはしっかりするようにしてんだよ。ペコーラ大事っしょそれ。そう、もったいないよペコちゃんっていうのを言われたことがある。なんでこんなにうちの子は早くメダルを使うんだろうって多分親も思ったんだろうね。ギャンブルで稼ぐのなんて別にいいペコじゃん。マイナスになってないならさありだよね。全然プラスになってそれで、あ、じゃあ今回はもうここでやめとこうかみたいなできれば、そう、それでペコラは確かにマイナスじゃなくてプラスでやめれるならまあいいか思ってたよ。ペコラ今んとこマイナスだからさ、みんなそういう確かにペコラ未だプラスになってないからね。